今日はですねスラムの方に入ってきて、夕食を取ろうと思うんですけど、牛肉を食べるお店が結構ありますね。みんな明るいですけど、まあキリスト教の教会が多いそういうコミュニティというか場所なので、まあ戒律とかがないのか、結構牛肉を出すお店多いですね。牛肉。It's selfie. Why selfie? I'm YouTuber. YouTuber. Yeah. What is the name? My name is Hiroki.Hiro. Yeah, call me Hiro. 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 すごい、こういう絡み今まであんまなかったんでね、いいかなと思います。もうあっという間に私の名前が広まって。ヒロヒロ呼ばれてます。はーい、はーい、はーい、ヒロ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 ジャッキーチェンジャッキーチェン、ヒロ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 、セルフィーセルフィー、あやるばいセルフィーじゃん。あやれ。あ、ヒロ。Give us some money. Some money? Money, money. Money, no money. I'm very poor guy. 大変なことになるんで。まあほどほどにしておきましょう。さあ今日はですね、じゃあいつも同じお店でずっと食べてたので、ちょっと気分を変えて牛肉のお店で食べようかなと思ってます。ここです。非常に珍しいですよね、ヒンドゥー教の国でね、牛が神格化されているところでビーフを。アナパラ。とにかくでも明るくていいですね、みんなね。さて、ライスを頼んだんですけど、ここはローカルなので当然スプーンとかフォークとかもちろんお箸はありません。初めてに近いんですけど、手で食べます。なんかね、パラッパラしてるから、日本のだからおにぎりみたいに丸められないですよね、うまく。はい。うまく食べれない。さあ、牛肉の練り物の串焼きを注文しました。このやっぱ炭焼きでね、食べれるっていうところが、ここに惹かれてこのお店をセレクトしました。楽しみですね。牛肉を食べれるお店ということで、ここはまあそんなに厳しいイスラムじゃないと思うんですけど、結構住宅が密集してますね。
いやーね、あのやっぱり炭火でしっかり焼いてるんで、あのしっかりと火が通ってますし、外はカリカリしてて、あのスパイスがすごく美味しくて、これはね食べ応えありますね。これであの串2本分で50ルピー、しょっちゅう食べたいです。Bye-bye.